はい、どうも皆さんこんばんは。今日もね、ビレッジヴァンガードで、購入したちょっとグミのシリーズで、紹介していきたいと思います。多分ねちょっと前に紹介させて いただいた通りのハンバーガーグミ、こちら、紹介させていただいたんですけど、まあ、手乗りサイズのこう、まあ、弾力のあるグミなんですけども、それの第2弾ということで、イエーイということで、紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃじゃんということで、トロール、ミニバーガーグミ。はい、見てください。これ中にねこれいっぱい入ってるんですよ。ちっちゃいのがこういう感じ。賞味期限書いてないけど大丈夫これ。あ、こっちか、こっちか。結構長いですね。トロールのミニバーガーグミ、前紹介したバーガーグミの、まあ、ちっちゃいバージョン。何個入り？5個入りかなこれ。ちょっとね早速開けていきたいと思います。パッケージはうまそうだね。派手だねやっぱり海外のお菓子は。これやっぱインパクト重視というか。うわすげえ。うわすげえじゃんこれ。すげえ。おしゃれ。おしゃれですこれ。5個。5個入ってました。ちゃんとね一個一個これ包装っていうかね梱包されてるんですよこれ。03727なんじゃこれ。何の数字かわかんないけど、ギャ番号違うか。でちょっとね食べていきたいなと思いますね。開かない。お、あすっごい、マジですげえ。前のグミと一緒でサイズはちっちゃいんだけど、ちゃんとねこう色分けされてんですよこれ。見てこれすごいよこれ。クオリティってほらちゃんとねこうハンバーグパンのところちゃんとできてて。いただきます。あ、味はねのグミと一緒だ。ちゃんと一個一個分かれててうま。でやっぱりね海外のグミなんで噛み応えがすごい、弾力がすげえっす。これどうなってんの。すごいよこのクオリティで。このサイズね、前のボリュームで言うと前の食べたハンバーガーグミすごかったんですけど、これもねまあ5個なんでね、なかなか、うまい。これね多分普通のお店とか多分売ってないんで、トローリミニバーガーグミね。あのハリボのシリーズのグミとかはね結構どこのまあスーパーでも売ってたりとかするんであれなんですけど、このグミ多分なかなか見かけないと思うんでね、本当に見かけたらぜひ食べてみてください。本当にねちっちゃいんですけど弾力あってね非常に美味しいと思います。なんか日本のグミにはあんまりない味かなと思います。はい、ではまた、こういうね面白い商品ありましたら紹介していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time.